はい、皆さんこんばんは。こんばんは、今日はですね、8月の12日です。今日は金曜日ですね。はい、はい、昨日と同じく、お休みっぽい雰囲気がずっと続いているので、僕らの、この田舎のね、山の中の町にも結構、なんていうの、皆さん普段住んでないこう親戚の人とかがどん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 こう集まってきてね、帰ってきて、なんか人口がね、もう倍になったようなイメージです。うん、はい、若い人もすごく多いし、子供もすごく多いし、で、車もね、車が多いですね。そうですね、うん、やっぱ明らかに車の数が多くて、なんかこうこのお盆独特のね、雰囲気になっています。うん、うん、僕らはどこにも行かないし、あんまりいつもとやることは変わらないんですけどね。うん、でもなんかこの夏の感じ、いいですね。そうですね、ということでね、今日本題に行きたいんですけれども、今日はちょっと変わったお話をします。はい、はい、今日は8月12日ですけれども、太平洋横断記念日という記念日ですね。すごい名前の日ですね。だからちょっと珍しい名前の日なんですけれども、ちょうど、60年前ですかね。はい、1962年ですね、のこの8月12日に、日本の、冒険家っていうか、そういう方がいて、堀江さんっていう人なんですけど、の方がヨットでね、アメリカまで行ったと。すごい。はい、へえ、いうことで、それの到着した日なんです。へえ、兵庫県ね、日本の兵庫県の、西宮市っていうところがあって、そこを出発して、大体3ヶ月ぐらいですかね、かけて、アメリカのサンフランシスコに着いたと。へえ、すごい。はい、で、その着いた日なんですよね。はい、いや、すごいなっていうのは思いますよね。ヨットで、うん、一人で。そうですね。いや、考えられないですね。ね、なんていうの、やってみたいなっていうふうには思うけど、その実際はどうするんだろうっていうことも今ですら思うじゃないですか。今だとやっぱり、電池どうするんだっていうことはともかく、今ソーラーとかでね、充電できたりするんで、そのね、GPS とか、スマホは電波が通らないから多分使えないと思いますけど、その地図の情報とか、そういうね、なんかやろうと思えばできそうな気もしますけど、60年前ってすごい何にもないじゃないですか。そうだよね。でも逆にその方がこう頭を使って、太陽の位置がとか、なんか星の位置がとかっていうので、そういう勉強をしてやるんでしょうね。すごいですね。すごいね。すごいとしか言いようがないんですけどね。食料もそうですし、ご飯どうするんですか ね体調、天気とか、どうやってしのぐんだろうとか、ちょっとそうだね、考えられないですね。そうですよね。これあんまり僕詳しくはないんですけど、その自分で行くっていうのは自分だけで行くってことですよね。そう思いますけど、最近ね、登山とか冒険とかって、その自分では行くんだけど、何かあった時のために一応こうちょっと離れたところにこう、例えば船がいたりとか、スタッフが待ってるっていうパターン結構あるじゃないですか。はいはい。多分そういうのじゃないんでしょうね。本当に一人で。はい、本当に行って本当に帰ってきたみたいな感じなんでしょうね。だとしたらなおさら、そうですね。すごいですね。ちょっと僕もあんまり知らなかったんですけど、この堀江さん、堀江健一さんという方なんですけど、今日ちょっとこのエピソードを話すにあたって、8月12日は何の日かなっていうことからちょっと調べたんですけど、もっとちゃんとこう本とか読んで探ってみたいなという人物だなと思いましたね。確かにね、やっぱりなんかこう昔の方というか、昔の方って言ったらあれですけど、
冒険をするっていうことがすごくなんかいいなって思うし、僕も結構冒険とか好きなんですよ。旅してましたもんね、はい、でもねやっぱり今の時代ってスマートフォンとかあるし、やっぱり旅に出てもなんか美味しいレストランはどこだろうとかつい探しちゃうじゃないですか、うん、でそれが結構そういうのが全くない状態で旅ができたらいいなっていうふうには思いますけどね。そうですね、うん、そうなんですよね、まあ、ちなみになんですけど、僕が初めていろんなところにこういろんな海外をね行ったり渡り歩いたりっていう時は、そのスマートフォンがギリギリあるかないかぐらいの時でしたね、うんうん、でそこからまあだんだんこう、まあ、出てきて iPad とか、まあ、iPhone とかも持ってねするようになって、いろんな旅のスタイルを楽しむことができたんですけど、うん、まあ便利なのはもう便利です。バスの予約とかね、ホテルの予約とかできちゃうしね、まあ、地図もね、うん、見れるし、はい、そうですそうです。でまあ大体どこ行ってもそのバスターミナルとか駅とかね空港で Wi-Fi 使えるんで、まあ、すぐねいろんなこと調べたりできるのもすごい便利だったんですけど、まあ、僕が大学生の時ですね、まあパソコンはあるけどそのスマートフォンとかはないっていう時の方が海外行った時楽しかったですね、うんうん、やっぱりその道を聞いたりとかしないとわからないっていう頃がやっぱり楽しかったなっていう記憶はあって、今ってまあ当たり前ですけどスマートフォンで地図のアプリとかでどこ行くのもすぐ出るじゃないですか、うん、ここを右とかここを左に行ってあと何分で着きますとか、それが分かっってる中で人に道聞かないじゃないですか、うん、だし道聞かれてもいやスマホ持ってないんですかみたいななるじゃないですか、うん、だそれがなんかちょっと切ないなっていうのはあるかな。そうですね、うん、まあ、またさらにこのコロナによってね、まあ、旅先でもできるだけ人と話さないみたいな雰囲気もあるかもしれないしね、うん、なのでこう旅のスタイルみたいなのも変わってくると思いますけど、まあ、この太平洋横断っていうのはね、まあ、僕らはちょっと難しいと思うけど気持ちとしてはやってみたいなっていうのはありますよね、うん、まあ誰にも会わないからマスクもいらないしいいんじゃないですか。確かにね、うん、まあ、でも夢のようなお話ですね。いや本当に、うん、そう思いました、はい、いや僕もなんかちょっとこの方気になったんでね、また調べてみたいと思いますし、まあ、僕そういう冒険家の人のお話とかドキュメンタリーの映画とか見るのすごい好きなんで、もし皆さんの知っているね皆さんの国の冒険家の方のそういう紹介がもしあればコメントでぜひいただけたらとても嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今日も最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。